中国・杭州を会場に開催されているアジア大会で、女子日本代表が中国を4対3で下し、見事決勝に進出。しかしその対戦相手は、先日男子の試合で日本代表の選手やスタッフに対し反スポーツ的行為をした北朝鮮なだけに、ファンの方々からは不安の声が寄せられています。10月3日の準決勝では、前回大会決勝で対戦した中国と激突した日本。完全アウェーの会場の中、日本が前半12分に中島由伸選手のゴールで先制すると、その直後に中国はヘディングでシュートを決め同点とするなど、序盤から闘志むき出しの激しい試合展開に。2大会連続となる金メダル獲得に向け、なんとか決勝進出を果たしたい日本は、その後も猛攻を続け3点を奪うも、中国も負けじと3点を取り返し、それでもリードを守りきった日本がホスト国中国を下し決勝に駒を進めると、ピッチで嬉しさを爆発させた選手たち。この試合結果を知ったファンの方々からは、これで銀メダル以上確定だね、完全アウェーの中での勝利、そして決勝進出おめでとうございます、といった歓喜の声が寄せられる一方、次の決勝がよりによって北朝鮮とは、などといった不安の声も。日本が決勝で戦う相手となったのが、準々決勝で韓国を4対1で下し、準決勝ではウズベキスタンを8対0で破った北朝鮮に決まったのです。確かにフィジカルやテクニック面などで強い相手ではあるのですが、問題はそのプレーの質にあり、前日には男子の試合が大きな話題に。1日に行われていた男子の北朝鮮戦では、序盤から危険なプレーを連発した北朝鮮の選手たち。それだけではなく、飲水タイムには水を配っていた日本のスタッフからボトルを奪った上で、威嚇までする数々の反スポーツ的行為が世界中から非難の的になっていたのです。これだけでも大きな問題なのですが、北朝鮮は男子同様に女子も危険なプレーが問題視される事案が発生しており、準々決勝で戦った韓国戦では、北朝鮮の選手の危険なタックルを受け、韓国の選手があわや大怪我の場面もあり、海外メディアがその危険性を報じるほど。男子に対しての危険なプレーや悪質な行為、さらには女子選手たちを守る対抗策として、 JFA 日本サッカー協会は反スポーツ的行為について該当する事象の映像を添付した上で AFC に対して意見書を提出したと発表し、同時に FIFA にも同じ書面を送付したそうです。そんな北朝鮮戦を前に、ファンの方々からは、女子サッカーの決勝が北朝鮮とか、無茶荒れそうで怖いんですけど、審判に期待できなければ日本は試合途中でもボイコットの英断も厭わないくらい見せてほしい、といった不安の声も続出しており、不穏な雰囲気に。そんな注目集まるこの日本対北朝鮮の決勝戦は、6日に行われることとなっており、2大会連続通算3度目の大会制覇を狙う日本に対し、どこまでフェアプレーで戦ってくれるかにも注目が集まっています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。女子サッカーの決勝が北朝鮮とか、無茶荒れそうで怖いんですけど。日本代表の選手が怪我しないか今から心配になっちゃうよね。優勝も大事だけど、選手が一番大事だから。まずは決勝戦進出おめでとうございます。2大会連続の優勝を目指してガンバです。
中国に追いつかれそうでヒヤヒヤしたけど、しっかりと勝ち切ってくれた女子日本代表。決勝でも見事なゴール期待しています。若手メンバーで臨んだ今大会だけど、見事に決勝まで駒を進めてくれたね。ぜひこのチームで優勝できるように、あと一試合頑張ってほしいところだ。準決勝の後半はヒヤヒヤしたけど見事に勝利。しかし次の決勝の相手は北朝鮮か、心配である。最後は攻められまくったけど、なんとか逃げ切れて本当に良かった。決勝も最後まで頑張ってほしい。北朝鮮女子は普通にプレーしても強い。日本と互角に戦える戦力を持ってると思うから、大事なのは審判たちのレベルかと。しっかり試合をコントロールしてほしい。先日の男子の試合のようにひどい試合にならないか心配で仕方ない。審判と運営側が毅然とした態度でジャッジするのは当たり前だし、開始前に危険行為にはカードと伝えてほしい。女子サッカーの決勝の相手は北朝鮮か、正直ボイコットすればいいとさえ思う。しっかりとルールを守れない国と試合はできないと明言して辞退するべきだ。あの男子の試合の後だから不安しかない。腹いせに何されるかとか考えてしまう。審判に期待できなければ日本は試合途中でもボイコットの英断も厭わないくらい見せてほしい。男子は北朝鮮との激闘を制したばかりだけど、女子は北朝鮮と決勝戦線なのね。どうかご無事で終わりますように。優勝よりも健康が第一。大事な決勝戦ですから、当たり前にフェアに終了すると良いですね。男子の敗戦の報復をラフプレーで仕返してきかねない相手だから、本当に怪我なく済んでほしい。決勝で日本が戦う相手は北朝鮮か、北朝鮮側もプレッシャーあるもんな。絶対同じ国、それも日本に男女とも敗戦とか絶対に許されないだろうし。